美味しい。そういえばマートお正月何してたん？よう聞いてくれたね。まあもう起きたら昼過ぎでね、そこからねあの餅食べて、ほなまた眠たなってまた寝て、ほな起きて餅食べたらまた眠たなって、ほなまた餅食べて、もう忙しい忙しい。いや全然忙しくないやんか、ダラダラしてただけでしょ。あのねそんなこと言うけどね、僕はお正月以外ここ無休でやってるんですよ。もう馬車馬のように働いて、お正月ぐらいゆっくりさせてもうても。のぞみちゃんの方こそダラダラしてたんと違いますか？今年は違うよ、ちゃんと私勉強してたんだから。これから世界の人たちが日本にやってくる大イベントが目白押しでしょ。あの東京2020言うてオリンピックパラリンピックとかね、今年あるもんね。そう、それだけじゃないの。2021年にはワールドマスターズゲームズっていう世界的なスポーツ大会がね、関西で開催されて、それも滋賀県で開催される競技もあるんだから。今なんて言ったんですか？え、ワールドマスターズゲームズ。マスターはゲームじゃ、遊びじゃないのよマスターは。はっはー、そのマスターじゃないです。え、私が言ったスポーツ大会。それだけじゃなくてね、2024年には国民スポーツ大会、あと全国障害者スポーツ大会、滋賀県で、ね、開催されるスポーツ大会が山ほどあるんだから。国体って言ってたやつやね。そうそうそう、2025年には大阪万博もある。お、大阪の人をこの滋賀県にも来てもらう。万博に来た人たちを。そう、ビジネスチャンスが広がるでしょ。この店も大変なことになるな。予約取らないかな。それはどうかな。なんで？なんでって、まず2025年にこのカフェがあるかどうか曖昧やし。あ、悲しいこと言うね。あるよ。あかんかな。ないと思う。まあ、確かにこれからの滋賀県そして関西には大きなチャンスが広がっているように思います。そして東京2020オリンピックパラリンピックが開催される今年、滋賀の経済はどのようになっていくんでしょうか。今回の滋賀経済ナウは、さまざまな経済界のトップの方々にお話を聞くため、及久保さんがリポートに行ってくれました。その模様をご覧いただきます。最後までお見逃しなく。2020年令和初の新年を迎え、私は琵琶湖大津プリンスホテルにやってきました。今回の取材にはリポーターとしてこの方に参加いただきました。明けましておめでとうございます。数野優子です。さて荻窪さん、今日は滋賀県の政治や経済を支える人たちが一堂に集まる滋賀経済団体連合会の年賀会を取材させていただくということなんですよね。そうなんですよね。あの昨年もですね、取材させていただいたんですけれども、滋賀経済のトップを支える皆さんに滋賀の経済これからどうなっていくのか、そんなお話を聞いたんですよね。ね、今年も楽しみですね。はい、では荻窪さんはこの2020年はどんな年になるとお思いですか？はい、まずはですね、東京オリンピックパラリンピックってありますよね。それから昨年の消費増税の影響、気になる年なんですけれども、中でも個人的に気になるのが次世代ネットワーク 5G、 この商用化が今年の春からスタートするんですね。それに期待してます。 5G 最近聞くようになりましたが、そんなにすごい世界になってしまうんですか？はい、あの今すぐではないんですけれども、この 5G ですとか AI が進化しますよね。そうするとね、時代がどん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 変わっていく、ビジネスも新しいものがどんどん生まれてきて、その時代の幕開けに今年なるかもしれないですよね。自分たちの身近なところで言うとですね、自動車の自動運転ってあるじゃないですか、はい、あれがそう遠くないうちに来るって言われてるんですね。ちょっとしたら昔ね、自動車って自分で運転してたんだってなんてですね、言われるかもしれないです。いやー、それはすごい未来ですね、はい、楽しみですね。他にも何か気になることありますか？はい、他にはですね、教育界で小学校のプログラミング教育というのが必修化されます。これは新しい時代に対応する人材を教育界から生んでいくと、そういった意味でも注目ですね。そうですね。では間もなく開会されるということなので、私たちも中に入りましょうか。はい、行きましょう。皆様本年も何卒よろしくお願い申し上げます。皆さん新年おめでとうございます。皆様におかれましては、令和2年の新春をお健やかにお迎えいただいたことと喜び申し上げます。さて、私たちを取り巻く経済環境は依然として混迷を深めております。米中貿易摩擦の激化や
中国経済の減速、英国の EU 離脱問題など、海外経済の情勢が製造業を中心に影響を及ぼしつつあります。また、消費税率引き上げによる影響は、現在軽微ではありますが、ポイント還元終了後の国内消費への影響も注視していく必要があります。人口減少や高齢化が進む中、年々深刻化している人手不足、経営者の高齢化等による廃業の増加など、地域経済の基盤である中小企業が乗り越えるべき経営課題はますます深刻になっております。私たち経済団体は、AI、IoT 等のデジタル化を進め、中小企業の生産性向上に向けた取り組みを迅速に進めていかねばなりません。また、中小企業の円滑な事業承継を支援することや、働き方改革への取り組み等も喫緊の課題であります。さらに、自助・共助の限界を超えた問題に対しては、経団連として行政への要望・提言活動を的確に行ってまいりたいと考えております。さて、今年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。そして2021年には関西でワールドマスターズゲームス、2024年には滋賀国体、2025年には大阪・関西万博とさまざまなビッグイベントが続きます。日本そして滋賀の魅力を全世界にアピールできる機会であり、滋賀県全体で観光やスポーツ、国際的な大きな会議開催等への受け入れ体制の整備構築を官民連携して取り組んでまいりたいと考えております。さらに今年は NHK 大河ドラマ麒麟が来るがいよいよスタートします。この機会を逃さず、滋賀の魅力を強力に発信し、観光振興、地域活性化を図ってまいりたいと考えております。いろいろ申し上げましたが、私たち経済団体は短期的な動きに一喜一憂することなく、当面の課題を着実に解決しながら、滋賀の未来を見据えた活動に邁進してまいりたいと考えております。本年も皆様のご事業のますますのご繁栄、皆様のご健勝をお祈り申し上げ、新年に際してのご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。新年明けましておめでとうございます。昨年令和の時代になり、さまざまな出来事がございましたけれども、おかげさまで滋賀県も SDGs 未来都市に選ばれたり、琵琶市がナショナルルートに指定されたり、農業遺産日本から世界へと認定が認められるなど、世界から選ばれる滋賀に向けたさまざまな取り組みを前進させることができたのではないかと思っております。スカーレットはいよいよ佳境に、そして麒麟が来るも始まります。麒麟がたくさん来るのではなくて、人がたくさん来ていただけるような滋賀県づくりのためにより一層頑張ってまいりたいと思います。今年は激動激変の一年になるのではないかと予想しております。しかしおかげさまで滋賀県はさまざまなチャンス、好機の年になるでしょう。しっかりと掴んでいきたいと思います。その中にあってチャレンジの一年にしようと皆さんに呼びかけました。一つは気候変動の折、ここ滋賀県においても CO2 実質ゼロ、ネットゼロのムーブメントを起こしていこうじゃありませんかと、キックオフ宣言をさせていただきました。ぜひ経済界の皆様方とも環境先進圏滋賀を一緒に作り、また発信をしていきたいと思います。もう一つ、新年の話題にはふさわしくないかもしれませんが、私たちには必ず訪れる死というものがある。この死というものにしっかりと向き合い、前向きに捉え、死から考える生きるということ、よりよく生きるということ、一緒に生きていくということについて考える場作りを県として行っていきたいと思います。ぜひ今年1年が災いなく実り幸い大きい1年になりますようお祈り申し上げますとともに、皆様方とともにしっかりと力を合わせて頑張ることをお誓い申し上げ、簡単ですけれども年頭にあたっての挨拶とさせていただきます。今年も1年よろしくお願いいたします。おめでとうございます。
よいしょ。乾杯。ありがとうございます。おめでとうございます。皆様新年誠におめでとうございます。ありがとうございます。滋賀県商工会連合会会長の清水様にお話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。2020年滋賀経済の見通しいかがでしょうか。オリンピックがありますし、スカーレットまたキリンが来ると言われてますけども、滋賀県全体ではなかなかそれを十分発揮できていないというふうに私は思ってまして、いかに県外各地の方に滋賀県に来ていただくのかなというようなことが課題かなと思ってます。滋賀県の地元のもんも滋賀県って本当にいいなって言うてるもんが少ないように思うんですよ。各地から滋賀県に流入して入ってきてある方が多いですんで、はい、なかなかその滋賀県にふるさと意識が芽生えてないようなところも私自身はあるように思っています。そうするともうちょっと愛着を感じられるような、まあ、皆さん自身もそうなんですけども、そういった仕掛けっていうのを、はい、まあ、そうですね、いろんな団体がしていくことも大事ですね、はい、と思います。そういったことをまたいろんなことを通じて経済団体各地の商工会を通じてやっていけたら、滋賀県に来たらいい思い出ができるなというような広告にできたらと思っています。まあ、琵琶湖国大も5年先にありますけども、ね、はい、その時だけの一過性で盛り上がってやるよりもそれがどれだけ持続的に継続できるのか、はい、私ら若い時に琵琶湖博覧会とかいろいろもあったんですけども、その日は盛り上がるんですけども、じゃあ翌日から言うたらまた元に戻ってるということになるし、やっぱりそれを通じて滋賀県に全国各地からまた全世界から一遍そんなとこやったら行ってみたいというような街にできたら、広告にできたらと思ってます。では滋賀経済発展のキーワードを教えてください。えとで十二支の初めの年がネズミですんで、はい、初めの年にいろんなことに挑戦していくといいことが生まれるように聞いてますんで、挑戦ということでみんなで楽しく挑戦できる年にしたいと思ってます。失敗を恐れずに挑戦していくことが大事だと思いますので、あの小規模事業者一丸となってそういったことに取り組んでいきたいと思ってます、はい、よろしくお願いいたします、はい。滋賀県中小企業団体中央会会長の北村様にお話を伺います。よろしくお願いいたします。どうも明けましておめでとうございます。2020年輝かしい新年を迎えまして、今年も波乱含みの1年になるんじゃないかなとこのように考えております。まあ、そんな中で特に私ども中小企業小規模事業者が何をしなければならないのかというと、こういう時代だからこそ挑戦チャレンジはしなきゃならないんですが、ただ単に挑戦するだけではなくて、やはりハーモニーというんですか、調和というんですか、大企業さん中小企業小規模事業者さんが共に手を携えてやっていかなきゃいけないと思いますし、もっと言うならば今働き方改革、これもやかましく言われております。こういったことにチャレンジするためにも皆さんとの調和をしっかりと取った中で、仕事に打ち込んでいかなきゃならないなと、こういうことを改めて思っている次第でございます。中小企業ですとか、まあ、小規模零細というと人手不足も結構気になっているですね、企業も多いと思うんですけど、こういった対策も必要なんですよね。はい、おっしゃる通りです。まあ、我々でできる範囲のことは精一杯やりますけれども、やはり人がいない、働き手も叱るべきですし、技術の後継者もおられない、また本当に事業承継もままならない、こういう時代を迎えているわけですけど、だからこそ中小企業小規模の事業者の皆さんが自分たちの持つ力をしっかりと発揮できる、そういった場面も出てくるんじゃないかとこのように思っております。特に中小企業団体中央会としては、そういった皆様方の気持ちをですね、取りまとめていろんな意味での仲立ちをできることをやっていきたいと思っております。まあ、そういったことからも先ほど申しましたハーモニーが非常に大切だと、ここに書かせていただきましたけど、調和、キーワードこのものをですね、私どもの使命として今年1年間しっかりと取り組んでいきたい、このように思っております。地域企業ではなかなかできること限られておりますので、企業の合同体である協同組合事業組合等々を通してしっかりと世の中に貢献できるようにしたいと思っていますし、そのための調和も大事なことだとこのように思っております。滋賀経済同友会代表幹事の高橋様にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2020年滋賀経済の見通しいかがでしょうか。はい、昨年はですね、後半の株価の上昇であるとか、当初懸念しておりました米中の貿易摩擦もですね、当初予想しているほどですね、まあ、悪化しなかったということで、
昨年の後半は非常にまあ盛り上がった状況でしたので、まあ、今年の前半もですね、そう大きくですね、変わることはおそらくないとは思います。まあ、消費税の影響もですね、いろんな対策が実際講じられてますので当面は問題ないと思います。まあ、ただあのオリンピックが一つの、ね、山場になるように言われてますので、まあ、これで例えば個人消費が落ち込むとかなれば少しちょっと厳しい状況になるんではないかなというふうに思います。はい、そうですよね。確かに年の後半については心配される声というのも結構上がってきているようなので、はいはいはい、そこでどう持ちきるかが今年の課題になるんでしょうね。そうですね。だから持続可能な経済成長というのはなかなかその短期的対策では実現しないというのも事実でありますので、企業さんがやっぱり思い切って新しいビジネスなり新規投資できるようなマインドに持っていかんとですね、長く続くような経済成長というのはまあ実際見込めないのではないかなというふうに思いますね。はい、では滋賀経済発展のキーワードを教えてください。これはあのちょっとまあ銀行の方のね、まあ今年こういう思いでやろうということで喋ったんですけど、まあ、あのそれぞれの企業さんの企業さんとしていい文化っていうのはまあ大事にしながら、歴史も大事にしながら、まあ、しかしまあ新たなことにチャレンジすると、現状維持ではなくですね、自ら新しい価値を生み出していくという意味では企業も自己変革していかなきゃならない、同時にまあ個人もですね変わっていかなきゃならない、まあ、こういうことにまあ挑戦すると、まあ、チャレンジすると、失敗を恐れずチャレンジするということがもう非常に大事な言葉ではないかなというふうに思いますので、まあ、我々、同友会もそうですし、私も銀行の方もそういう方を積極的に応援していきたいというふうに思います。滋賀経済産業協会会長の伊門様にお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。2020年滋賀経済の見通しいかがでしょうか。非常に難しいですね、答えが。ただ、まあまあ、僕たち経済界がやっぱり考えなければいけないというのがね、悪くなったところのことを想定して活動しないかんということだと思うんですよね。アメリカとイラクの問題、また北朝鮮の問題、また韓国と日本との問題、イギリスの EU で、いろんなことが世界中で起こる。で、全てやっぱり経済の悪化させる方向のものがいっぱいある。それがまあどう影響するかというのは分からないと思うんですけれども、おそらくまあ経済人としては悪くなるから、じゃあ事前にこういうことをやっていこうということを考えるのがまあ大事ではないかなと思いますね。あと自然災害、台風とか豪雨以外にですね、大地震、こういったことについてもやっぱり常に備えていかなければ、まあ、想定外になってしまうとですね、まあ、日本全体、企業自身も非常に大きな打撃を受けると思いますのでね、こういったこともやっぱり想定して準備をしておかないかなと思いますね。では滋賀経済発展のキーワードを教えてください。はい、超飛び越えるということが大事ではないかなと。日常山あり谷あり、まあ、いろいろなことがあると思うんですが、こういったことを超越して一気に飛び越える、これぐらいのバイタリティを持って今年は進んでいきたいなというように思います。生き残っている会社というのはそれぞれ世の中に必要とされる会社ばかりだと思うんですよね。そういう意味でこれからも、まあ、全ての産業は成長していく。ただその中に、まあ、時代のキーワードであるデジタルトランスフォーメーションをいかに組み入れていくかとか、こういったことを新しい技術を取り入れて革新してさらに成長していく、こういった会社がさらに伸びていくということだと思いますね。もう超えるってすごいですよね。すごい言葉ですよね。ぜひ超えていきたいと思います。ですね。はい、滋賀県知事、そして琵琶湖ビジタルビューローの会長の三日月様にお話を伺います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。東京オリパラなど大きな行事もあります。滋賀県ではスカーレットがいよいよ佳境、キリンが来るが始まる。6月には全国知事会議を滋賀県で開催するなどですね、全国から注目やご来訪を呼びかけられる、そういうチャンスの年になると思います。と同時にスカーレット信楽焼もそうですし、キリンが来るなどお城跡文化財もそうなんですけど、一過性のものに終わらせることなく、そしておもてなしもきちんとしながらですね、私たち県民自身が学んだり、そして自信を持って広めていけるような、そういう年にしたいと思ってます。環境先進県滋賀県として滋賀らしく発展していく、持続可能な状態で成長していく、こういうことが重要なんじゃないかなと思います。したがって
知事としては市が CO2 ネットゼロのムーブメントを起こそうという呼びかけを年始以来させていただいております。それでは滋賀経済発展のキーワードを教えてください。はい、今年は激動の年、そういう意味でチェンジ、そして様々な好機満載、チャンスの年であるからこそチャレンジの年にしようと、こういう呼びかけをさせていただいております。課題が多いからこそ、挑むチャンスの年でもあるということですね。そうですね、課題は裏返せば可能性、伸びしろだということで、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。三日月ですね、満月に、満月のような満月になれるように頑張ろうと、ということですね。それでは滋賀経済団体連合会、滋賀県商工会議所連合会会長の大道様にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。まず2020年滋賀経済の見通し、いかがでしょうか。大企業さんも中小企業さんも景況感はね、あまり良くない、不安な気持ちがいっぱいだと、そういう人が多いと言うておられますが、またもうすでに底を打ってこれから緩やかながら回復に向かうんではないかなという見方もあります。僕はなんとかそういう風になってほしいなという風に思います。製造業は確かに今の米中摩擦が今の状態である限りはそんなに急激に回復というのは難しいかもわかりません。でも三次産業なんかは非常に好調でございますので、いろんな課題を克服するためにデジタル IT 投資とかですね、そういったものに資金が向いて景気が良くなる一つの起爆剤になるかもわかりませんしね。では滋賀経済発展のキーワードを教えてください。現状課題は山積をしております。なんとかそれを打破していただきたい。で、打破すると言いましてもそんな容易なことではございませんから、一つずつ着実に歩みを進めていっていただきたい。世の中の流れに流されるんじゃなくて、自社の身の丈、得意な分野でその課題を克服していく、そういった道を探って我々経済団体も支援後押ししますから、一緒になってやっていきたいなと、それを課題を克服するという気持ちで一つずつ着実に前進をしていきたいなと、このように思います。それでは本日ご参加の皆さんの商売繁盛、そしてご健勝でのご多幸を記念して万歳三唱で締めたいと思いますので、ご唱をお願いします。それでは滋賀県経済団体、万歳万歳万歳、ありがとうございました。滋賀経済界のトップの方々から様々なお話伺いましたね。はい、今年はですね、楽観視してないっていうですねコメントが非常に多かったんですね。はい、だからこそ、変革のチャンス、それから超えていく、挑んでいくって、そういうですね力強いメッセージが多かった気がするんですよ。そうですね、比較的、厳しいという状況がある中、そこからどう打破していくかという非常に前向きなお話で、私たちもこう頑張ろうという気持ちになりましたね。はい、個人もですね、企業も自分たちのこう足元を見てですね、何がこう課題なのか、でそこから脱却するにはどうすればいいかってですね、この戦略を練る年、そういう年にしたいですね。はい、今年の滋賀県も楽しみにしています。及久保さん、和野さん、リポートお疲れ様でした。そして滋賀経済界の皆さんには大変ためになるお話をたくさんいただきました。本当にありがとうございます。さて2020年がスタートしました。えとも最初に戻ってネズミです。ネズミは子孫繁栄、繁盛、経済もちゅーっと上向きになると嬉しいですよね。滋賀経済ナウ、今年もさまざまな企業の取り組みや経済に関する情報をお伝えしてまいります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。2020年はいろんなことが始まるな。 5G でしょ、プログラム教育のスタートとか、時代の革命やね、新しいこといっぱい始まるから楽しみよ。マスター、時代についていけるかなと思ってね。確かにね、だって今 AI が代わりに仕事をしてくれる時代にもなってくるって言われてるからね。お猿さんが仕事してくれるの？お猿さん、あいあい、あいあい、
お猿さんだよ。アイアイじゃなくて、私が言うてるのは AI です。 AI？ うん、逆にマスターみたいな人は生き残れるかもね。なんでこんなつまらないダジャレ言える AI なんていないもん。せやろ、うん、AI にはこんな AI ではないやろ。はい、今日もつまらないダジャレ、ありがとうございました。